フィリス・アレンはアメリカ合衆国の女優、コメディエンヌ、ボードビリアン。ボードビルを起点に映画界に入り、1910年から1923年、頃にわたって74もの作品に出演。1913年から1916年まで在籍したキーストン社時代を中心にコメディ作品の常連として、チャールズ・チャップリーンやファッティロス・スコー・アーバックル、マックス・ウェイン。 メーベルノーマンドラと共演を重ねた。フィリス・アレンは1861年11月25日、ニューヨークのスタテンアイランドに生まれる。間の経歴は定かではないが、最終的には、ボードビルの世界に入り、後にはミュージカルにも出演するようになった。映画界には1910年頃に入り、間もなくマック・セネットに誘われて、キーストン社に移籍する。 1916年にキーストン社を去った後は、ウィリアム・フォックスが創設した、フォックスフィルムコーポレーション、バイタグラフ社、ファーストナショナルと渡り歩いた。フィリスは1923年頃に引退し、1938年3月26日に76歳で、亡くなった。フィリスは、特にチャップリン作品では主に口やかましい、共済の役どころを演じ、 たとえ妻でなくても、メイベルやエドナ・パーバイアンスのような憧れの存在とは、正反対の顔を見ると逃げ出したくなるような女性の役どころを引き受けた。この共済の印象があまり強いのか、1974年に電気作家デニス・ギフォードがチャップリンの電気を表した際にフィルモグラフィーが付されたが、その中で口やかましい女性は全てフィリスに当てがわれるというミスが、 生じてしまうほどであった。1861年生まれのフィリスはまた、青年、没年あるいはその両方が明らかな、チャップリンの共演者としては、チャップリンの寄せ見物や、チャップリンの冷戦、犬の生活などで共演したジェームズ・ T ・ケリーに次ぐ、年長者に当たる。1861年という生年は、チャップリンを見出した、フレッドカーノーやチャップリンの片腕として長く、 活躍したヘンリー・バーグマン。さらには、チャップリンの両親、チャールズ・チャップリンシニアとハンナ・チャップリンよりも、年上であることを意味する。インターネットムービーデータベースのデータによる。20世紀フォックスの前身の一つ、ワーナー・ブラザースの前身の一つ。ちなみに、エドナが殺人教時代とライムライトにエキストラ出演したという語伝も、ギフォードの著作が元ネタである。ありがとうございます。